ドラマゆるキャン2を語ろう。どうもゆちゃまです。ゆるキャン1期のドラマの時と違い、2期は連続ドラマ要素が強かったですね。1話完結ものというよりは物語のラストで次につながるような形でした。本当に連続ドラマですね。エンディング終わりのショートコント仕立てのドラマも好きです。2期はりんちゃんがなでしこちゃんへの愛がこう増してて結構好きですね。最初はカップヌードルをおごってあげたりするぐらいの関係だったのに、気づいたら心配でりんちゃんが一人キャンプ、こうなでしこちゃんの一人キャンプを見に行くっていうのがね、りんちゃん優しいですよね。心配性っていうのもあるかもしれないですけど、愛ですよね。りんちゃんがなでしこちゃんを通じて一人一人と関わっていけるようになってる成長、すごく良かったです。りんちゃん自身ある程度他の人とも打ち解けられると思うんですけど、一人の時間が好きなので単独行動が多いと思うんですよね。でも周りの友達は一人キャンプを否定せず、時には仲間とのキャンプも楽しいよと、なんか強要させないあたりがいいかなと。一人キャンプやめてみんなでやろうよっていうわけじゃないですよね。よかったらみんなでキャンプする時もいいんじゃないみたいな感じで、なんかそこがすごいいいなと思ってて、なんかキャンプって、いろんな楽しみ方、自由な楽しみ方があっていいですよね。で、なでしこは2期の終盤で、もう一人キャンプする回が、さっきもちょっと言ってたんですけど、あったんですけど、あの回が好きなんですよね。なんか、一生懸命独り言言いながらキャンプ楽しんでるっていう。で、子供たち、なんかキャンプ場にいた子供を巻き込んでみたいな。あれが良かったですね。なでしこもりんちゃんも、お互いが成長していく姿がなんかいいですよね。成長してんだなっていうね。キャンプ飯が毎回美味しそうで、ゆうちゃまも食べたいです。ゆうちゃまでした。いやー、ドラマ版3期も見たいですけどね。放送されないんですかね。3期に期待。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。